組織ののの中での熱量を作るために競争っていいうのは大きいキーーワードかな結局若い時ってなんかニューカマーで才能ありそうなやつ入ってきて結果出したらうわ悔しいみたいな、まあ、家族とかできるとその、ね、自分の哲学の方が大事でナンバーワンよりオンリーワンみたいな感じになると思うんですよ。 ちょっとスイッチ変えるだけでものすごい開花するみたいな人もいるんですかどめっちゃいますねいるんだ結構喋れない子とか多いシャイな子とかも多いんで<ー>もうナイーブでクリエイティブキッスでけど話してる断片を拾っていくと自分のこのレンズで世の中を見てるなっていうのが伝わってくるんですよ世の中って声をもうちょっとはっきり喋りなさいとかこういうふうにプレゼンしなさいとかあるその次元で止まっちゃうじゃん確かにそれによってこう漏れてる若い才能っていうのはすごくあるなとは僕は思いますね 服の供給量とその需要のバランスで、ゴミがやっぱり増え続けてるとか。それって当然企業としても在庫余らない方がいいわけじゃないですか。商売にとって理にかなった形でやってれば、その問題の解決っていうところにも。間接的に普通に繋がってくると思うので。ブランドの撤退とかもあるんですか。 そもそもリーグ制でブランドを管理しててい大体月収で700万の売り上げを超えると損益分岐点を超えるんで立ち上げ1年でそこに満たない場合は自動的に取ったり<あ>ーチーム内とかそのブランド間でちょっと対立とか喧嘩とかってあったりするんですか全然喧嘩とか起きててもいいかな逆にふ、ね、ざけんなみたいなあ<ー>、まあそれぐらい盛り上がってるのねぐらいな感じなのね <laughs> 盛り上がっちゃってんじゃんみたいな<あー> <laughs> ちなみに、そのゆとりさんは、その、幼少期、お父さんが起業家とおっしゃってましたけどな、ああな、なんでこう、この起業家に至ったのかっていうね、うん、なんかその、幼少期からなんかどういう感じで過ごされてきたかっていうのを知りたいんですけど、それはやっぱりその、お父さんとかを見ててっていうのはあるんですか、うん、お父さんはなんか何らかの経営者とか起業してるわけですよね。そうですね。はい。でもそれはなんか、そういうのを見ててなのか、それとももう DNA レベルなのか、 どう思われますか発信の源発信とか行動力でしょ要はんかこう思った時にポンって動かせるってまあ普通はなかなかないわけでそれは何なんでしょうね気持ち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 っ気持ち師匠っていそれてる気持ち師匠ってわれるっていわれる気い気持ち師いわれてる気なち師匠っていわれてる気持ちっていたっていという欲ができないとかなんかそういうものる気持ち師って どんどん行動できちゃう。うん。なんかそもそも、そうな,なんていうんだろうな。何も持ってないっていう感覚だったんで。ああ<ー>、うん、恐怖がないんだね、うんあ。ある意味ね。いや、恐怖はめっちゃありました。恐怖あるのはい<ー>そ。やばい、受け入れられないかもしれないっていう恐怖は一応あるんですね。あるんで、ああるんだなんでその熱意はあるんですけど、それをどうやったら受け取れ。 られるかっててことは結構繊細に考えてます、ねうん、じゃあ一生懸命考えた結果出してるからでここまで考えてこのやり方だったら絶対勝てるからやるってだからそういう意味で勇気とかではないかもしれないですねじゃあ結構戦略家なんですねだと思います分析的っていうかなじゃあなんで、うん、じゃあ自分のものが受けるかとか、うん、っていうのはすごく言語化できた状態でスタートするんですね面白、うん、そうですねお面白じゃ感覚じゃないんだ感覚,感覚的なものをこうみんなに渡してこうブランド複数経営するってできないんで、うん、確かにね 僕が見てるぐらい一個は成功してもね。そうです。感覚でやったら一個は当たるかもしれないけど、うん、何個も当たんないですよね。ちゃんとやんないと。そ,かその抽象的なのをど、どのぐらいの流度で言語化して、みんなに伝えるかってことが、やっぱりその起業家、自分みたいなスタイルの起業家としては一番の。 センスの見せどころなんで。なんか、ちょっと言い方失礼になっちゃう,う語弊があるとあれなんですけど、やっぱアパレルの領域とか、ちょっとクリエイティブな領域って、どうしてもこうセンスで物事を進める人ってのも結構いるような気がするんですよ。こんな感じみたいな感じで。そうそうそう。こんな感じで自分のセンスでポンポンって出して、で、それ当たることもあるしっていうことが、それが逆に強みだったりもするけど、うんうん やっぱ経営とか、これだけビジネスってなってくると、ね、やっぱ分析力っていうか、<ん>そこがコミックスされるっていうのは強いですよねす。説明できるのがちゃんとすごい。ですごい。なんか、ありがとうございます。そいやの。だから、これからアパレルの子、若い人たちもそうですけど、その。コンビネーションというかね、その分析とか、そのどういう風に受けるかっていうのは、自分なりに言語化する力もある必要だし。センスも必要だし。いや、そうですね。組み合わせたチームがある会社が強いんでしょうね。結局、だから、感覚だけで。 やってるといいときはいいと思うんですけどうん、うん、落ちるときは落ちちゃうんで,、うん、で僕15年本当ファッション好きなんで、うん、やっぱりずっと右肩上がりで伸び,て伸び続けてるブランドって少ないんですまあそうですよね、うん、そういうイメージあるけど会社としてはやっぱ伸ばしたいっていうので、うん、このポートフォリオっていうのにたどり着いたところもありますねちなみにここすいませんなんか高校生ブログって書いてあるんですけどそう高校生の時に結構ブログとかで流行ってたんですか そうです。大地さんのブログが流行った、ね、高校の時にファッションのブログをやってた。あ、そんなやつなんだ。はい。真似ブログ。発信力が強いね。すごい。で、それはそのコーデのブログとかって。あ、そうです。で、なんか、こう、痛いみたいな。叩かれたりとか。 そうなんです。そういう経験もあるんです。あります、あります。アンチみたいな人がもうすでにいるぐらい、でも。まあ、有名だからアンチがいるってことで。でもなかったけどね。でもそういう経験もあったり。だからやっぱ発信してるんだね。だから、そうですね。発信もしてるし、ファッションも好きだから、なんとなくやっぱ勘ろが育ってってんでしょうね。本当に。他の成功体験はそこら辺やっぱとか、ミクチャとかでのそのアカペラを出したとか、そこら辺の成功体験。そうですね。ミクチャはやっぱりでかかったですね。本当に SNS からリアルにお客さんが来て、 自分たちのライブですごい熱狂してる姿をたん。そういうことで。そうか、そうか。s. <ー> <S N. S. でただ認知が広がってるんじゃなくて、はい、本当に自分たちの好きな人がいるんだとか。っていうのが分かって。はいはい、で、それがインスタであり、はい、今のそのブランド形成でありっていうふうに、ち、ちょっとずつ進化してってるけど。そうですね。原体験やっぱそこらへん。そこがでかいですね。なる、はい 面白いですねいや面白いこの SNS をこんなにうまく、うん、この幼い時っていうかちゃんと最初の最初から活,躍、うん、活用されててで仕事にも生きてる人ってそんなにいないですよね、うんうんまあ、ネイティブだからもう感覚的にはネイティブに使ってますよね。うんうん、なんかこうかそれが出てきたから使ってるっていうよりは、うん、自分たちが使ってる中で育まれた感性でやってる感じがしますよね。 これが多分次のね今の20歳とか、はい、今の15歳とかまた全然違う、うん、そうですね一番若い子でも二十歳でブランドやってる子とかもいるんであ会社に会社におだからそういう子がね<ー>もしかしたら次また独立してなんかやるかもしれないとか,、はい、か,とか次の世代が出てくるとかねすごい応募来るんじゃないですか会社はね応募もそうですねめちゃくちゃゃく そうですね、ます。ちょっとオンリーワンな感じありますよね。だから、あんまり比較対象なく来たいっていう人いるかもしれないですよね。僕、そのブランド好きだったら。いや、そうですね。ゆとりに入りたいと思って、その入ってきてくれる子は多いですし、やっぱりそういう子を増やさないとダメだと思う。そういうの増やすは強いですよね。強いな。って、僕らなんてだって、採用するときに A 社、B 社、C 社受けられてて、給与を上げるかとかやってるわけですから。そうですよ。そうですよ。ほとんどはそうなんですから。オンリーワンの感じのブランドになってるって強いですよ。それができたら最高ちなみに、 アパレル業界いらっしゃるじゃないですか。で若い世代から見たアパレル業界の問題点とかこれからもっとこう改善していきたいっていうかんかそういうのあったりするんですかなんか課題解決タイプじゃないんですよ僕その世の中にこういう社会課題があるからこれを解決したらこれぐらいインパクトが出るっていういわゆる志系っていうか友達にもそういう企業家いますしいろんなパターンがありますよね。めっちゃゃリスペクトしててるんです僕はそうういタイプじなく さっっきも言たように好きなことを好きな人とやってその陣地が徐々に広がっていけば自分たちの平和に暮らせるエリアが世の中に増えていくわけじゃないですかだからその感覚がすごい強いんで問題点がどうまあもちろんねその服の供給量とその需要のバランスでゴミがやっぱり増え続けてるとかそういうのあるんですか 当然企業としても在庫余らなないいいい方がいいわけじゃないんですうん、うん、商売にとって理にかなった形でやってればその問題の解決っていうところにも間接的に普通につながってくると思うのであ、うんまりその問題を意識してどうっていうよりは自分たちがどうあるかっていうことと、うん、それをスマートに運営していくってことをすごくこだわってます、ねうんはい。うん、だからその経営のスマートさみたいなのでさっきの,、はい、その緻密に結構こう経営してるっていう、うんはい、感覚なんですか そうですね、どういうふうにやられてるのかなって気になったんですけどまあ言える範囲で、はい <laughs> ね、これ企業秘密になるんで、うん、あれですけどやっぱりさっきのその適切な在庫コントロールだったりその需要と供給の見極めだったりあれブランドの撤退とかもあるんですかありますそういうものとか,、はい、かどういうふうに緻密に判断されてるのかなっ、うんえっと、そもそもリーグ制でブランドを管理してておもしろワ !Y リーグってちょっとサイバーの,あの会社の子会社の立ち上げのやつからインスピレーション受けたんですけど、はいはいはい 大体月収で700万の売り上げを超えると損益分岐点を超えるんで、ううん、立ち上げ1年でそこに満たない場合は自動的に撤退って感じです。へ、えー。<え>なるほど。でもそれはじゃあ1年間で大体これぐらいの売り上げっていうのラインがあって、うん、こう700万まで行くじゃないですか。はい、で、落ちちゃうってこともありますよね、はい。落ちるってことは今まであんまりないです。あ、ないんだ。んあ、けど止まっちゃうとかありますよね。ああ<ー>、うん、じゃあそれはまあ現状維持だねとか。そうです、ねじゃそのか。じゃあそれをもっと伸ばそう。 いいううのの時ってもじゃあ結構その20個もあるからこれよくポートポリオとかって言ってブランドをいくつも管理してどこにどれだけ投資するかって難しくないですかあてっそれらいのね投資判断というか各フェーズごとに何をやるかとか何がテーマで何を解決しなきゃいけないのかっていうのも全部決まってるんでじゃあそうなんだじゃあ一番うまくいったやつから今卵のブランドまでどうやるかは大体言語化できてるはい。 えー、今一番うまくいってるブランドっていうのは、ナインティですね。どれぐらい売り上げっていうか。えー、っと今年で6、六億ぐらい。ああ、なるほどね。はい、じゃあ30何億のうちの20%ぐらいは、まあその、ブランドそうですね。はい。はい、じゃあそこまでは、じゃあ一旦見えてるんだ。すごいそうですから、その6までのまあ課題というか、そこでつまずくポイントだったり、何を乗り越えなきゃいけないか、なんとなく分かってる。そうですね。感覚、えー、的に10億ぐらいまでは。 見えてるかなって感じですね。いつぶらでなるもね。はい、それをじゃ何個も再現していったり、そうです。あるいは年齢層が広がっても同じようにできるのかを検証していったり、一,一個一個やってるっていう。へえ、面白い。すっごいわかりやすい。わかり <laughs> いやすい,やい,やいやんね。学ぶ。<laughs> めちゃくちゃ勉強になる。自分のやってることがね。<laughs> い,やいやいや。なんだこれ。 <laughs> でももじゃあでも今後どうなんか新しい活動というかさっきの,そのブランドを広げていきたいなっていうのもありますけど、はい、それ以外に何かこう会社として取り組んでいきたいというか,なんかそういうのってあったりするんですかそうですすまずそのブランドのととこを先にお話しすると、うん 本当5年で日本一ブランドを持ってる会社になりたいんですよ。今何個が一番ブランド多分60個前後なんですでもなんかいきそうな感じしますよね。年、ね、で 1, 1>, <laughs>、うん、1年で10個ずつ作っていけば、うん、5、6年後だから4、5年でいけちゃう感じ70ブランドぐらいできるんでそしたら1個こう若者帝国っていうかできますね。わかりやすい。多多種多様な隙が ゆとりの中に集まってて熱狂が小さく生まれてるっていう状況なんでそれは絶対やりたいなと思っててそれ以外にも別のこの Z 世代マーケティングを生かした別の商材っていうのもやっていきたいアパレル以外もそうですねはあ面白い確かにでもそれできちゃいそうですねまあでも結局のところさっきの一人一人のこの熱量っていうのが全部キーなんですね。 あでもそれ面白いですね。でもそうねそう、集めて、よし、頑張るぞっていう気持ちでもうね、それが違いますよね。やっぱね、気持ちなんですね、企業はね、うん。なんかこんな体系化してる場合じゃないですね。全ては気持ちというか、やりやすい、<laughs> 自分がやりたいという気持ちというか、それがあるかどうかなんでしょうね。うん そそれをこう着火させてあげるというか、はい、そうかですねだからその着火を組織としてどう再現性もするかとかは仕組みだと思いますけど確かに今までこの子はさっきのはぐれ者っていう言葉ありましたけど、うんうん、なんかこう普通に見ると全然なんかパッとしないという感じなんだけど、うん、ちょっとスイッチ変えるだけでものすごい開花するみたいな。うんうん 人もいるんですかめっちゃいますね。いるんだ。大体こう結構喋れないことが多い。シャイな子とかも多いんで。あ。え、ゆとりさんもまさかそうだったんですかそんなことはない。まあ僕全然はい。それは最初からね。ゆとりさんじゃあもうそこはできた。はい。でもできない子もいる。そうですね。もうナイブでクリエイティブ気質で。なるほど。いるんだ。けど、その話してる断片を拾っていくと、すごいその語なりの自分の解釈とか。あるんだ、やっぱ。自分のこのレンズで世の中を見てるなっていうのが伝わってくるんです。へだけど、なんか、 普通の会社ってったらあれですけど、うん、世の中って、いや、声をもうちょっとはっきり喋りなさいとか、かかかこういうふうにプレゼンしなさいとか、うん、聞こえないよみたいな、その次元で止まっちゃうじゃん、うん、それによってこう、埋もれてる若い才能っていうのはすごくあるなとは僕は思います、ね。特に今の時代はね、SNS にいるんで、うん、その感覚ってやっぱ伝わりにくいかもしれないですよね。うん、ね今の大人たちという中にはね、はい やっぱ大きい声でとか言われてるの見ますいやいやいういや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 自分のことをこう自分で説明できる能力が高いに越したことはないんだけど、うん、なくてもね新しい才能を持ってる子たちはいっぱいいますからねそ,それよりもっとすごいクリエイティブなことを言ってくれるんだったらそっちの方が良かったりするのかもしれないですよね なんかもはやそれをなんか学校みたいな感じで教育にしてほしいですよね。確かに。なんかそのなんか埋もれてるというか。うん、<え>やりたいですね。ねえ。そういうこと。なんかそういう、なんかちょっとコミュニケーションの仕方変えるだけで全然変わりそうじゃないですか。出、うんうんうん、て,てくる出てくる出、ね、てくる。出てくる出てくる。やっぱなんかこう、鋭いこと言ってんなーっていうのを紡ぎ出すってことですよね。それをじゃあ形にしてみなよって機会を与えれば、はい、それがすごい開花することもあるっていう。うんうん、やっぱその機会の与え方が上手なんで。えー、それがカルチャーになってるから強いですね。もう全部、 このま,ま,喋ります。<laughs> いやいや、でも意外になんかその僕、その投資家とかもこれから多分いろんなその方々と話すときに確かに。 こう事業の強みって結構難しいっていうか説明しにくいなって思った思うんじゃないかなってアパレル業界いっぱいあるよねとかうん、うん、いろんなブランドあるじゃんって言った時にやっぱこのカルチャーが強いってすごいことですよね。よねいや本当におっしゃる通りで、うん、やっぱりけどとはいえ、ね、IP をしたらやっぱり後期になるわけんですからそういったこう自分たちの文脈と全然違う方にも自分たちの会社の魅力っていうのをうあの説明しないといけないんで。 その時はもう成田さんをスタンド降ろして。いや,いやいや。でも本当こうそういう。このメガネかけよっかなもんね。いやいやいやこのメガネは普通すぎるん、ね、<laughs> で、丸四角にしておいてもらった方がいいと思うんですけど。<laughs> そけあ,<の>あそっか,そ,か <laughs> そっちの方がいいか。そっちの方がいいと思うんですけど。交代の方が良かったか。<laughs> でもあれですよね。なんかこう自分たちがこう投資家とか社会に出ちゃうそのパブリックになって、うん、その上場企業とかになっていくと、どうしてもこう数字合わせのゲームというか、うん、っていう形になりがちなところで。 やっぱそこのカルチャーを通し続けた会社って10年とかってスパンで見るとすごいうまくいってるなってものがあるんです例えばサイバーエージェントさんとまさにそうだと思うんですけどやっぱり当時いろんな IT 企業があった中でやっぱサイバーエージェントさんだけずっと新しいものが生み出し続けられて,てしかも社会に価値を出し続けてるのはい、僕なんか文化だと思うんですよね、はい、感覚的には。 それがもしかしたらそできたらアパレルの中でも本当に新しい存在になれるかもしれない、ねうん、サイバーっぽいみたいな言葉とかありますもんね。うん、っていうのが形成されたのってやっぱりその本当にやる気のある人たちが集まって自分たちがこれやりたいってい思いでいい会社にしたいと思ってやってる人たちが多いってことなんだと思うんですよねだからゆとりがそれができたらすごい大きな会社になるイメージありますよね。うんうん、スザンヌさんもちょっと次入ってくる人たちをいかに 盛り上げていくかっていうか。私が逆にこっちに入りたいっていうような感じもありますちょっと入ってみたら分かりますよね。ちょっと見てみたいっすよね。いや、なんか本当だからこういうので中入らないと、ちょっと分かんない。ね。インターン。どれだけの熱量でそのコンペにみんなが取り組んでるかとか。最近、オーディション型のコンペをやって。オーディションあるんですかあの、今韓国系のアイドル番組あるじゃないですか。オーディションの。すごい好きで。 でこれまでのコンペって僕らが決めるんですよ。って、うん、なると合理的になるじゃないですか。マネージャーとかが決めるんでうん、うん、絶対に外れない二塁打をこう打っていくみたいな感覚なんですよね。うんうん、だけどオーディションは本当に僕もみんなと同じ少数でうん、うん、最後まで誰が受かるか分かんないみたいな。うんうん、なるほどだ大ホームランを狙いに行く。仮説としてヒットは少ないけど会社で受け入れられなかったこのさらに熱量の高い企画がいくんじゃないかっていうのもチャレンジとしてやってますね。うんうん、面白い、はい それは外部の人も参加できるんですか外部の人参加しても面白いかもしれないですね。将来的にはね。だからそういう形でね。いやいだいや、そうでしょう参加させてもらうから。そです面白いけど、でもね、これだけでも、ある意味古い産業だし、もう完全に成熟しきった産業で、これだけね、新しい価値観を出せるっていうね。い。ね、だからいろんな企業のスタイルありますけど、でも、なんか、 自分の中にあるものを出すっていうか,、うん、なんかそれがすごいなんか僕勉強になったっていうか、うん、あんまりこうしゃ、ね、当てに行くんじゃなくて自分たちの内在しているこう魂みたいなものをこう世の中に出していくっていうことがやっぱ起業のね 醍醐味っていうか面白さってなんかすごいなんか学びになったなと思いましたけどね。なんか起業家って孤独って言うじゃないですか。ああ、なんかね、確かにね。起業家になると孤独でも。俺はその感覚は全く分かんなくて、起業してからの方が友達いっぱい増えたし、会社のメンバーもすごい仲いいんで。 やっぱある仲いいんですか。めっちゃなんか下北にあるんですけど、下北なんですね。それもいいじゃないですかなんか、個室がなんかいいですね。でも文化ですねそれもね。そうですね。みんなで本当カラオケ行ったりとか。いまだにね。今だにスナックとか行ってでもまあ趣味がもう合うメンバーで揃ってるんだもんね。そうですね。それは楽しいですよね。めっちゃ楽しいです。 そうですね好きなこと身がね一緒にできて今までそれはほころびになったことはないんですねないですね組織崩壊とかもすごいね結構急成長してる中で起きてないんで本当にみんなが楽しんでやれてる社風でも作れてるそうですねまあ小さいトラブルとかもちろんありますしそれは僕らもね向き合って解決し続けてますけどちなみに今ってえっと 2023年の末ですけど何人ぐらいの従業員なったんですか従業員50名前後ですかねそのうちのんかこうクリエイティブを作るみたいな人は20人ぐらいえっと半分ですね大体半分が20代のクリエイティブを作るメンバーっていうような感じでほ他の20人はどっちかというとマーケティングやったりとか在庫管理やったりとか管理やったりとか経理とかそういうのはいはいそれってどんな感じで増えていってるんですかこの2021年ぐらいからっていうか 基本も最初は若いクリエイティブやる子しかいなくて、で、徐々にその管理側が増えてきたって感じです。会社化しないという。あ、そうですね。やっぱ IPO があって、徐々準備があったんで。はい。なんかその中で、その20名の人たちは、日々独立してやってるんですかそれとも結構チームっていうか、協業しながらやってるんですかチームですね。チームでやってんだ。各ブランド3、4人ぐらいのチームになってる。うはい。で、本当に得意なこと、好きなことだけをやろうがコンセプトなんで、数字を見る人、まあ商品を考える人、 マーケティングをする人、はい、在,在庫管理とか、その、ロジスティックスをする人っていう、うん、完全に分業制になってますね。まあ、うん、もそれ、よく会社で行ったら、そんなんで成り立つんですかっていうのを通路なんか意見に。確か。はい、だって、自分の好きなことと、ちょっと会社としてやんなきゃいけないことがずれてくる局面もあるわけじゃないですか。そのあたりはどうやって乗り越えてきたか。けど、それは、その、あって、うん、好きなことをやってるからこそ、うん なんていうの好きなことをそのまま出しちゃうんですよ、やっぱ最初って。そう、そうなりますよね。はい、ちょっと若い人特に。そうです。うん、うん。だけどそこはもうやってみて、うん、で、結局みんな、その、お客さんとのリアクションを作っていくものなんで、やっぱりそこでみんなも、その、より、やっぱり自分、なんていう、自分の好きなことを多くの人に知ってもらった方が、確かに。心地がいいんだっていう感覚に途中からやっぱりなっていくんで。へ、うんうんえー、それでその会社側からそれを言うんですかそれとも、勝手にみんながなるのを待つんですか 割とけどススタンスですかね<ー>まあやりたかったら出してみればっていう。<ー>で多分けどむずいと思うよっていうけどそれでもお前がそのやりたいんだったらまあそのね自分で責任持ってやったらいいんじゃない,いへじゃあ結構そのし 失敗、あえてさせてもいいっていうマネジメントスタイル。おっしゃる組織スタイル。なんで、そのリーグ制で管理して、在庫の量とかも一定なんで。なるほど。その一個の失敗がクリティカルにならないような、そもそもの組織設計にしてる。ああ、なるほどね。そうか。一個一個の失敗はちっちっちゃく、ちっちゃい被害で抑えて、そうです。なんとかかっこうやれていくように。そういうことで、大金になっちゃうと、大変だから。話が変わってきちゃう。あ。そうですよね。確かにね。だから、 そのチーム内とかそのブランド間でちょっと対立とか喧嘩とかってあったりするんですか例えばなんですけど、うん、僕がちょっと想像するのは、うん、投資配分というか、うん、会社としてこのブランドをどれぐらい伸ばしたいかっていうのは最終的には堅いさんのです。はい、経営陣が決めた方がいいと思うんですけど、うん、そうするとどうしてもこうブランド間でこっちもやりたいあっちもやりたいってなってもおかしくないでしょ、うん、なんかそこら辺はなんか対立構造になったりすることはたまにあるんですか 組織の中での熱量を作るために競争っていうのは大きいキューワードかな<ー>結局若い時って上からこれやれって言われることより、やっぱ友達に負けたくないとか。うん、なるほど。例えば自分が5年とか3年いて、なんかニューカマーで才能ありそうなやつ入ってきて、うん、結果出したらうわ、悔しいみたいな。なるほど。自分もやりたい<ー>なるじゃないですか。ね、そうかそうか。競争っていうのはあえてのそうです、ね、組織コンセプトにしてるんだ。はい。 健全な競争っていうか。うん、そうかそうかそうか。ある意味そのヘルシーな嫉妬というか。うん、そうそういうものも。はい。 こう、表出させられるようにする。だってやっぱあるじゃないですか。その同世代の特に若い時は、それがより強い気がする。はい。おっしゃる通りです。年齢が膨らんでくると、自分は自分らしくみたいになってくるけど、そうそう。家族とかできると、そのね、自分の哲学の方が大事で、ナンバーワンよりオンリーワンみたいな感じになると。スザンさんもありましたそのアイドル時代、まあ若いっていうか、テレビ出てる時に負けたくない。勝ちたい。負けたくないっていうよりも、なんかほら、なんかこう、似たような、この女の子とか多いじゃないですか。だから、似たような。 テレビはね、席が限られてる。そう、席が限られすぎてる、テレビは。年齢と体格と、とかね、そういう。なんかね、そう、だから、あの。ちゃんと、この、ここで結果を残さないと、とかっていうのは、やっぱりありました。ありますよでも、それがうまく。設計できてると思うんですね。会社の中で。そそうですね。ね、その、一回のチャンスで、じゃないけど。ね、そういうふうに思う。びりびりしましたか。

一緒にレースしてるんだよっていう感じにはしてるし。そうですね。だし、全然喧嘩とか起きててもいいかなって。逆にね。ふざけんなみたいな。ああ、そういうことか。これ俺がやろうと思った施策じゃねえかみたいな。なるほど。そうかそうかそうか。それぐらい、それぐらい盛り上がってるのね、ぐらいの感じだわ。盛り上がっちゃってんじゃんみたいな。でもいい職場で確かにそういうのあるかもしれない。健全な。 喧嘩っぽく見えてる議論っていうか。はい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 。確かに。のが、やっぱ盛り上がってる時っていい風潮かもしれないですよね。まあ熱がないとね、そうならない。そうそうですよね。どうでもいいとか思ったり、もうあの人の言うこと聞いてるってなってれば、喧嘩なんて起きないわけで。起きないです。そうなってると、やっぱだんだんこう、ちょっと形骸化してくるっていうのがありますよね。そっか。それをうまく作れてる。ねそうです。で、そのスタイルはいつ頃から確立されてきたんですか 今のって確立されてるように見えるけど最初からそんなこと思って起業してないでしょだって経営って学んでいってるものだもんどの辺りからそれを学んでいったんですかさっき言ったようにオフィスが別々だった時期があって新規事業と服の事業やっぱり最初ってピリピリするじゃないですか正直やれやみたいなまあ失敗できないからねそうですもう生きるか死ぬかなんで失敗して潰れちゃうから ピピリピリになっちゃうで自分も若い精神的な余裕もない、うん、なんか考え方もこう幼いっていうか、うんうん、でずっとこうピリピリしたムードの中でやっててでこの古着事業の方のオフィスは、まあ、僕ら経営陣がいないんですよ。でその何て言うんだろうなし社員1号目の女の子と、うん、その何て言うんだろうな古着が好きなメンバーみたいな感じで。 たまにこう、行くんですね。はいはいはい。めっちゃ楽しそうで。えぇこれやん俺が作り行ったら。それ気づいたんだ。俺がいない方がこんな感じになってるやんみたいな。すごい。絶対これと思って、そっから、まあ、ずっとオフィス別々には行かないんで、あれですけど、ど、どのぐらいの距離感で自分が関わったり、存在感を出したりしたらいいかとか、 あと、みんなにやってみてもらうスタイルとかっていうのは、うん、そのぐらいの時期から、こう、まあ、徐々に磨かれていったりもあるかなと。試行錯誤していったんだ。えー、そうですね。でも、ようそこで気づいて、あ、これだと思って自分を変えられましたよね。そうですね。だからそこは結構自分の中では素直にスッと落ちたというか。うん、だから、そのプライドとかあんまないんだと思う。こうしたいっていうのは自分の中で感覚的に存在してたから、はい、それをまたまた印象的に、もうこれだってなって。めっゃいいじゃんみたいな。へえ。 じゃあ、そ,ね、それを再現するっていうか、拡大するためにどうするか、をずっと考えてる。るおっしゃる通りです。は,<ー>はい。面白い。え、経営陣はどんな感じなんですか?。その。とかさん以外に、いわゆるなんか。取締役とかっていう人たちを、同世代の仲間でいるんですか、はいはい。はい。一応役員含めて4人。あ、四人いらっしゃる。で副社長が、本当に。大学の時の同級生。はい、はい、はい。創業メンバーで、僕と真逆のタイプで。うんはい、は,いはい、はい、はい。 どっちかって真逆っていうのは、その、硬いってこと成田さん系っていう。ああ、なるほどね。硬い資産なんですね、そっちが。むしろ硬い資産んそうです。そうです、そっち系です。なるほどね。そう、おっしゃる通り。り。僕、ゆとりくんなんで。はいはいはい。転身しちゃってるんで。なるほどね。そっちを残してきたみたいな。そうです。社長に任してるんで。あ、そうです。そいつがいなかったら絶対無理だと。あ、じゃあそこは、じゃあルール作ろうって言った時にも、ちゃんと作ってくれたり、在庫管理しようってやってくれる。おっしゃると。そういう二人がいいね。いいですね。ハイバランス。いますか、スザンヌさん。 私はいないです。だから今、右腕を。右腕をまず探して。ああ、それ大事かもしれない。それもちょっと。し。誰か、誰かやりませんかってね。めっちゃ集まりそうですけどね。そのね、確かに感覚的な部分だけじゃダメですからね。そうです、そうです。形にしていく人がいるんだ。はい。仕組みにする子がいて、あとは買収した会社の社長で。あそのブランド買収もしてるとおっしゃってた。そうですね。その子がすごい成果出して、執行役員。まだ25とかですかね。 平均年齢だからもう24、5歳そうです。すげえ。はい。たぶん平均年齢一番若い会社かも、上場企業とか。ああ、確かにかもしんないですね。コーポレートとかも20代なんです、全員。ああ、そのコーポレートってあの、経理とか管理、管理サイドね、ロームとかね。なるほど。上場準備も全部その、ああ、ですね。2だからみんな20代だ。じゃあ、片井さんほぼ一番年上そうですね。はい。まあ、30前半が4、5人。ちらほらいるみたいな。ちらほらいる。すげえ若い会社だ。はい。 いいですね。いいですね。この少子高齢化の中で。少子高齢化でね。多分上場企業経営者の平均年齢って多分40後半だと思います。ああ、やっぱそうですよね。はい。下手して47、8歳じゃないかな。なリじゃあもう平均年齢をぐっと下げてる。20歳ぐらい多分若い感じの組織構成。確かに。多分社長さんでも60歳ぐらい多いでしょう。上場企業の社長さんの平均年齢多分60ぐらいなんで。そういうイメージありますよ。やっぱり私も結構。 なんかイメージ的には結構おじいさんたちが。やってる。ね。いや、それだからこそできる時期もあるんだろうけど、やっぱりこう違う風がね、こう吹くっていう。いや、だからもういろいろあったけど、もなんか。聞きたいことも忘れるくらい。大丈夫ですか、これ勉強にしていただいたら。これは何回も見ます。あ、そうですね、見返していただいて、やっぱ本質集まってると思うんですよね。何回も見、見ちゃう回になったと思います、本当に。僕も見ますし、僕も。 年上の方に説明するとき、成田さんとこだけ、いや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 、こういう感じです。いやいやいてるや。ん成田さんからね。でもでも見ていただいてる方も、もしかしたら N.S. をちょっと上かもしれないけど、ゆとりのブランドとかもちょっと拝見していただいたりね、ね。自分たちがちょっとこう息子さんとか娘さんたちもこれから来ていくようなブランドになっていこうと思いますから。あこう見せ見せてもらったやつとかはなかなか買えない商品だったりするんですよね。あそうです。はい。すぐに完売しちゃうんで。ああ。五分で完売するやつで。すごい。 するん頑張って変えたらお父さんめっちゃね見て見てるお父さんたちめちゃくちゃねセンスいいってすごいセンスいいってなりました。突然すぎてどうしたの。ざわつくってことになりますけどね。急の若返りな。でもリハックがね若返る可能性がありますからね。そう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 。いやでもなんかやっぱりこう自分たちの持ってる熱量がそのままビジネスするって企業の形で社会課題だけの解決だけじゃないよね自分たちがやりたい世界観を出したらそれが 社会に受け入れられるっていうのも企業だよねっていうのはなんかすごいいいメッセージだなと思ったしなんかいろんなパターンがあるんだよっていうのはなんかこれ見てる、ね、人たちになんかき気になんかこう学んでもらえたらいいかなっていうふうになんか今回思いました。はい、素晴らしい、はい、ありがとうございましたとうことで本日のゲストは株式会社ゆとり代表取締役社長片石貴則さんでしたありがとうございました。 先生 AI が出てきた特に ChatGPT ですねによって AI 格差って呼んでるんですけどうん、うん、使えてててないいい人はこれれから遅れていく AI 格差ですって怖い今諦めてたそれぞれの夢っていうのが AI によって実現されるってすごい良いいなんかそういう世界に携わっていきたいなと。うん いかに的確にあの指示を出すのかというのがすごく重要で、例えばあなたはプロのあのライターさんですっていう前提を与えることによって、そのプロの視点でその後聞いてくれる。る条件設定を先に指示するというのはまず大事なんですね。そうですね。あとはえっとそれを入れるときに、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 リハックではですねサブスクのまったりリハックというサイトもやっておりますこちらはですね無題とかリハックスとか経済の森の楽屋トークとかッタトークみたいなものもたまにちょこちょこ配信したりしてますなんかコンペだけでなくちょこっとしたちょこっとしたちょこっとした話をしたり意外にそこが面白かったりしてますあと生配信とかね、たまにやったりしてますんで皆さんとライブに会えたりしながら 本当にいい、まあ、全然登録したくても大丈夫ですしちらっと登録していた方は、ね、登録して,てください。します。